パッドバーに真空パッドを取り付ける際は、HML 専用のナットとワッシャーを使用します。使用する真空パッドホルダーの隔壁ネジサイズに合わせて4種類ご用意しております。まず、パッドホルダーの隔壁ナットを外します。このうちの1個は後ほど使用します。次に固定用ナットをパッドホルダーに取り付けます。この時ナットを一番下まで下ろしておくと他のパッドと高さが揃います。包装袋用パッドはパッドホルダー本体六角部がもともと底辺24ミリなので真空パッド固定用ナットが不要です。パッドバーの下から通し上から固定用ワッシャーを入れ、最初に外した隔壁ナット1個で固定します。吸着がうまくいかず位置調整したい場合、調整幅が広くメモリがあるので便利です。最後に隔壁ナットを締め付けて取り付け完了です。